演舞開演。どうも、本日は山崎くくりさんのランチパックピーナッツを食べたいと思います。ピーナッツ、一番ある意味一番メジャーなやつですね。あれ前にも食べたことあったっけ。まあそんなに有名なやつだとあっても不思議はないですね。おお、ピーナッツの絵柄が書いてあります。こんなの昔あった、いやあった、あるんだ。中身はこんな感じですね。ではいただきます。とても独特な香ばしさですね、これ。ピーナッツの甘さがある中にもちょっと香ばしさが加わっている。独特なクリームと周囲のふんわりとしたパンの相性はバッチリ、とっても美味しかったです。ロングセラー商品と言われるのも納得ですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。で、ショーのよう少年かな、カルマイケ、彼に会うのは少年でもいいですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。